晴れ間が覗いてきました。今大阪北港マリーナに来てます。さて今日のゲストは、ゼミの卒業生のK君です。名前あえて言わないようにして、K君は2年間の地上勤務を経て今度アメリカに行かれます。彼は航空会社で働こうとされています。働いてるんですよね。働いてますねすいません。まあ、あの科学の場合結構航空会社志望者多いと思うんですが、どうでしょう、航空会社を志望するポイントを。あ、皆さんすいません、これ一応この、 あの動画は一応掲載許可は K 君の許可をいただいておりますんでご了承のほどお願いします。どうでしょう、まあ、航空会社今いろいろと厳しい中でやっていますけれども、新しい時代に突入していきますので、ぜひ皆様の柔軟な発想でこう新しい時代を切り開いていくという、そういうあの気持ちで来ていただければ十分に活躍の場あると思います。すいません、新しい時代ってどういうことですかすいません、今までのこうツッコミしましたよ。既存のこうメガキャリアがこう築き上げてきた、まあ、大きい会社だけが繁栄していくという、そういう時代は終わって、こう、まあ、安いローコストキャリアですとかいろいろ出てきてますので、まあ、そういうあの時代にこう柔軟に対応できる人が今大きい会社で求められていると思いますので、まさしく、もしかするとそれは航空会社ってこれがベンチャーの時代かもしれないですね。それもありますね、あの地方の、はい、先ほどの今日の日経新聞を見て、稲森さんが あのデルタラインはやめてやっぱアメリカンと、田中康夫先生もあのデルタに乗っちゃうといけないっていうようなことをおっしゃってましたけども、まさしくそうですか。まさしくそれはあると思いますね。まあ、あの既存のそういう日本の社会というか日本の会社っていう意味では昔からのつながりっていうのも大事だと思うので、安易に流されないのも必要だと思うんですけど、うん、まあ、でも日本は島国ですよね。そしてやっぱり海外に出ていくしかないですよねどうでしょう、まあ、日本の航空会社これから。航空会社は結構外資規制とかで守られてる部分があるので、その辺はまあ日本の地を引き継ぎながらってなると思うんですけど、いや守ってもいいんじゃないですか。まあ、もちろん守るのは必要だと思うんですけど、ね、ただその中でこう外資に流されてしまうようなところはやっぱりこう今後生き残っていくのは厳しいかなという感じもします、ね。いやでも今日の日本経済新聞読んでた青森、茨城空港の話があったんですよ、はい、で茨城空港と神戸空港はどうも結ばれるみたいですし、でそうすると筑波の人たち皆さんね、茨城空港系で神戸に飛んでこられてっていう可能性もありますよね。その辺はどうでしょうか。その辺もなかなかこう、まあお客様にとっては利便性のあるというとこかもしれないですけど、やっぱり一番に航空会社としてそれで、まあ、集客を常に保つという意味では、まあ、始めてみないとわからないというところがあるんですけど、ただ一つの需要としては、ただそれをやるのが大きい会社で大きい飛行機だとリスクも大きいんですけど、そういう新興の航空会社だとやりやすい部分もあると思うので、一つのそれは新しいこう新規参入のメリットかもしれないですね。いや、私あのバージンの会長さん好きなんですよ。あ、リチャード・ブランソンさんでしたっけ。なんか第2第3のリチャード・ブランソンたくさん出てくる可能性あるということですね。十分あり得ると思います、ね、ただそれは日本国内だけでとどめるのではなくて、やっぱり日本とこうアジアですとか中国とかそういうとこ結んでいくような感じで幅広く考えないと、多分国内だけでもこれから生き残っていくのは難しいかなという気がしますね。もちろん外資も入ってきますし。ありがとうございました大丈夫ですか。大丈夫でしょ。皆さん、今日のゲストは K 君でした。名前あえて言うのはやめましょう。でも彼は、昔から、航空会社にすごく、興味を持っておられて、で、まあ、メルタック航空会社に就職されて、まあ、今年の8月でしたっけ、はい、アメリカに1年半2年半1年半ですね、1年半訓練に行かれようとされています。皆さんもぜひ、K 君の意思を継いで、頑張っていただければと
思います。ということで私でございました。そこのストップボタン押して、ビデオの。